宮克人です。今日はですね、皆さん申し訳なかったんですけど、なんと2ヶ月ぶりの、動画になります。今日はなんと対談企画で2人のゲストを呼んでいます。どうぞ。はい、どうもこんにちは。なんか漫才師っぽく書いていただいて皆さん、ご存知の通り、こちらが私の智弁和歌山時代の教え子の橋優雅君。お願いします。橋優雅と申します。彼はですね、YouTube も、今やってますんで、この対談の企画のまた別の面白い企画とかも、彼の YouTube のチャンネル、何チャンネルかな、ローカリズムっていうチャンネルで早食いを撮らせてもらってます。早食いやったな、さっきの。早くこっちも紹介して序盤もんね。でもう一つが個人でやってる、ハッサンチャンネルっていう、ハッサンチャンネル、僕よりハッサンハッサンって言われるんで、それでやってますんで、両方見てください。ローカリズムとハッサンチャンネル、はい、また飛んでもらったら、はい、いいかなと。お願いします。でこちらはそのローカリズムの方かな、そうです、の YouTube チャンネルのメンバーの陽平くん、今日一緒に入ってもらいます。よろしくお願いいたします。はい、今日はこの3人で、はい、はいはい、始めていきます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。久しぶりの YouTube ですか？もうめっちゃ久しぶり、1月ぐらいから全然やってなくて、2ヶ月も2ヶ月ちょっとやってなかったんです。サボってじゃん。サボってないわサボってたわけじゃない、やることあったよちゃんと。そうなんですよ、やることあった。今なんかあれですよ、本あかなんか、そうそう、まさにそれでちょっとお忙しいんですよね。そうそうそうずっと毎日上げさせてもらってたんだけど、はい、やっぱり執筆が決まってから、その執筆作業めちゃめちゃ時間かかるんよ、はい、だから YouTube やってた時間をもう全部それにこう、はい、変えて、だって字の書き方から覚えない。なんでひらがな、カタカナ分かる。一応俺のあれやから。こんなん僕大好きなんで。結構本って大変なんですか？いや、めちゃめちゃ大変。あ、そうなんですか。だってその内容自体はさ、はい、俺の経験とかさ、はい、頭の中にしかないやんか、はい、それを表現できる自分しかいなくて、で当然構成とかは、はい、プロの方に見てもらいながらやるんやけど、こんなん本にならんやろとか言われたり、そんな言い方されてまあそうやってちゃんとこう体裁整えていって、はい、まあ結局読んでもらえるようなことにするためには、俺は素人だから、はい、そうやって教えてもらった方がさ、いいわけ。ご自身で書いてある？そう、手でですか？手じゃない、あ、パソコンですか？めっちゃ楽しみにしてます。僕、買います。あ、ありがとう。もう買います8月ぐらいにちょっと出すのを目標にしてるんだけど、はい、きっと間に合うと思うんやけど、はい、甲子園の時期に合わせて、あ、めっちゃいいです。それこそまあこれからの、まあ、野球界とか、まあ、自分がスクールでやってることも含めて、まあ、野球界に起こってる課題を解決するためにはこうで、なぜそう思ったのかというと、自分は過去にこういう経験をしてきて、その経験に基づいてこうだというような、はい、まあ、内容にできたら、過去の武勇伝みたいな語ってもしょうがないやんか、はい、だからそういう内容にはならんように気をつけて頑張ります。皆さんしっかりお願いします。お願いします楽しみにしておいてください。ネットで買えるっていう形になるんですね。ネットで買える、そうですよ、ね、またその、はい、発売して、はい、購入していただける状態になれば、また YouTube 等で発信していったり、またその本のプロセスをつどつど発信していけたらなと思いますので、うん、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。皆さんサボってしまうかもしれないですけど頑張りますんで、はい、動画アップした時は見てくださいということで、よろしくお願いします。今日はコラボでやっていくんですけども、はい、もう終わりかなと。まだまだそんな広告だけで終わらない。橋今日久しぶりに来てくれて、はい、で YouTube してることは知ってたんやけど、はい、実際それその他のこと何やってるの？僕大学4年間まあ野球全部やりきって、うん、そこからまあ1年間営業してたんですよ、うん、営業の普通に会社で、うんうん、で、まあ、2月いっぱいで終わって、うん、4月から次多分考えられないと思うんですけど、うん、IT エンジニア、IT エンジニアのになるんですよ、うん、そうなると思ってたで、傍ら、うん、ファイナンシャルプランナーってその金融の感じで、うんうん、まあ人の夢をこう作っていったりとか、そういうのも、まあ、野球とは全く無縁なんですけど、うん、ただまあ野球でできたことを生かしつつ、うん、やっていければなっていう、ちょっと真面目になったっすだから真面目なことをふざけながらやるって感じ。あ、そうです、そうです、それは変わんないです、はい、でなんかそのふざけちょっと真面目になったっていうか、俺からしたらよ、はい、真面目なんよ、真面目で熱いっていうイメージなんや、あ、やることは多分めっちゃ熱い、
やるときは本気でやります。だからなんか、はい、当時なんかさ指導者と選手やったからさ、はい、あんまり指導者の前でふざけた姿とか見せへんやんか。あそうですね、はい、だから俺からしたら選手は誰がチョケで、はい、誰が真面目でっていうのを本質的なところまでやっぱ指導者って見るの難しくない。あ、はい、で橋は結構チョケやった。まあちょ、まあ、練習中とか別にそんなめちゃめちゃチョケないですけど、うん、普通の時あ、でも練習でもチョケる時はチョケ取ったかもしれないです。ちょっと小さく分からんよ。小さくチョケるタイプで、はい、今日は智弁和歌山の話できたらはいいいかなっていう感じ。うん、はい、これもあれですよね、その裏話というか、うん、まあ、智弁今だから話せるこの、まあ、選手と、うん、まあ、古宮先生っていう、まあ、当時のそうやな、のこの今だから話せることをちょこの YouTube で話すというか、うん、っていう回で大丈夫ですか。大丈夫大丈夫ありがとうございますだからまあざっくばらんにお互いね、はい、あのこっちが聞きたいことも聞くし、はい、なんかその話の流れでね、はい、聞いてくれてもいい。あ、わかりました、ありがとうございます。僕じゃあ早速一ついいですか。いいよ。2年の時に、うん、まあ、すごいこうダメな時期があったんですよね、うんうんうん、でその時にもちろん今考えれば 100% 僕の実績なんですけど、うん、そのベンチに入れないことにちょっとまあ納得できない時期があったんですよ、うん、そうなんですよ、あったんですよ。で、まあ、普通だったら、まあ、なんでやろうと思うとだけ思うと思うんですけど、うん、なんかもう悔しすぎてどないしたらいいんやろうと思って、うん、2回プレミア選手に僕多分聞いたことあると思うんですよ、うん、ある。なんで僕入れないんですあ、ベンチで、もしかしたらいやさ怒られる可能性もあるというか、うん、そんなこと聞くのって普通、うん、普通じゃあんまないのか分かんないですけど。思ったよ、そんなん言うんやんやっぱそうだったんですか今まで誰にも言われたことないから本当ですか思った、はい、それをなんでこう怒らずにこう親身に話してくれたのかなっていう。怒らずにというか、なんかすごい親身に話してくれたの覚えてるんで。まあでもそれはコーチの役割やろ、なんかもしかしたら3年目ぐらいまでのコーチの自分やったら、はい、何アホなこと言うてんのお前みたいな実力ないやつがあって言ったかもせえへんけど、はい、その時はなんか自分もいろいろ指導者として失敗してたから、はい、コーチって何のためにチームにおるんやろっていう時に、選手がこう良くなるためにいてるわけやんか、はい、そういった悩んでるのをなんか力で押し込んだりすることにあんま意味ないやんか、はい、だから悩んでるんだったらその子がより良くなるためにまず聞いてあげて、うん、じゃあどうしたらいいかっていうとね、うん、やってあげるために、まあ、まず聞くところからやってるね。優雅が古宮さんに対して、うん、まあ、その時思っていた心境、まあ、相談相手になってもらって、うん、そうそう、なんで俺にね、うんうん、相談してくれたの。その他にもって、はい、まあ、でも一番距離はこう近かったのかなっていうふうに思ってて、年も近いしな、はい、で僕が一番こう記憶にあるのが滝川第二高校かなんかと練習試合した時にすごいみんな悪かったんですよね、その時、うん、で僕が、まあ、たまたまなんか4安打ぐらい打って、うん、ただ試合は負けて、うん、その後古宮先生すごいその円陣で怒って、うん、なんてお前らどうすんねんっていう感じで怒ってて、うん、その時にこのチームで野球したいと思えたんか橋以外一人もおらんわみたいなこと言ってくれたのがすごい思い出した。あ、本当ですか。思い出した。本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、で覚えててなんか本当に僕の気持ちとか本気なんですよっていうの分かってくれてると思ってたんですよ、うんうんうん、だから多分聞いたと思うんです。あ、はい、文句だけじゃなくて本気で変えたいんですっていうのを一番伝えれるかなと思って、うん、なるほどね、はい、それも入学した時からそれは思ってたよやっぱ周りと雰囲気違ったし、それで、まあ、大阪出身で、はい、レッドスターっていう、はい、あの赤星さんが作ったチームやね、はい、でそのチーム出身で、これは後にも先にもレッドスターの選手を預かったのは橋だけなんだけど、これどういう経緯でそんな熱い選手が入ってきたんやろか僕その熱い選手枠行っていいですか行って僕一番最初は PL 学院ってことなんですよ。 PL? そうです。でレッドスターの、まあ、監督さんが元 PL の選手、元プロ野球選手の人なんですけど、はいはいはい、だ基本的にあるじゃないですか中学のチームで、うん、そこで一番上手いやつはもう大体この高校に行くっていうのが、うん、それが PL だったんですよ。で決まってたんですけど PL もやっぱいろいろあって、あ、なんかこう、ね、本当に行くべきなのかっていう、でちょこっと話が出てる時に、うん、岩出ボーイズってあるじゃないですか、はいはい、そことレッドスターが練習試合した時に高島監督が向こうの一番バッターの子を確か見に来てたみたいで、うん、バックネットで見てたんです、で僕も高島監督やと思いながら投げてて、うん、その時に多分なんか
あいつどこの子やってなったらしくて自分の子、うん、ただ一回断ったっすよ、生意気なんですけど PL 決まってるんでっていう形で一回保留になったんですけど、うん、まあ、その PL のごたごたがあったんで、もう一回高島先生か、まあ、地面の関係者か分かんないですけど、うん、レッドスターの人に連絡してもらって、なんか3人でトライアウトかなんか分かんないですけど、他のチームの子も3人、あ、そうです、一緒になって、はい、練習会みたいなのをなんかやりました。もうなんかゴリラみたいなやつおったおりました、はい、めっちゃ黒いし。ピッチャーは、いや、ピッチャーとそう、まあ、その子はキャッチャーなんかな、ファーストなんか分かんないですけど、キャッチャーとかファーストとかじゃなくて、それゴリラやったんじゃないもしかしたらそうかもしれない、そのレベルでゴリラやったんで、まあ、はい、体のいい子が一緒に受けてそうっす、で僕も調子乗りやったんで、うん、別に緊張とかほんましなくて、うん、いや俺やろって普通に思ったんですよ。あ、そう、3人の中で、はい、別にこいつは、ね、はい、絶対俺やろって思ってたんで、うんうん、まあ、その勢いが、うん、なんか今もあればなって、まあ、持つようにはしてるんですけど、うん、大人になっていくにつれてこう失敗を恐れるなみたいな、はいはいはい、あるね、はい、うん、まだそういう感じで選んでいただいて地弁に入ったっていう感じです、はい、そういう経緯やった。あ、そうです、結構なんかいろいろありました。もうハイ程度からやっぱり和歌山のことはちょっと違くて、はい、あのやっぱフードってあるやんか、うん、育ってきたからフードみたいな、はい、和歌山の子は和歌山の子やん、はい、で大阪の子も大阪の子なんやけど、はい、なんかまだそのとは違う、はい、まあ、やん本質とやんちゃな部分もあったんかもしれんけど、やんちゃではとかそういうのではなくて、はい、なんかこうただのこう全力野球少年みたいな感じでこう、はい、入ってきたのがすごい印象的でさ。だからまあ入学者というか、まあ俺が指導者としてまあ最も好きなタイプ、はい、うん、あのこの間の夏言ったら大中みたいな、分かるか、あ、分かります、うん、大中みたいな子も好きで、はい、まあ、言ったら体そんな大きくないけど、はい、ガッツでなんかカバーするみたいな、はい、うん、そんな感じだった、ね、でも中学校一緒やったんですけど、智弁和歌山行く前、俺あそこで大丈夫かな野球は大丈夫やけど、うん、学校の雰囲気がいや頭いいって聞いてたんで、頭いいし、あ、勉強とかしたことなかったんですけど、そうそう、勉強したことない、勉強マジでやったことないから一応その受験みたいなのがあったんで、うん、初めて数学の先生マンツーマンにちょっと教えてもらって、あ、その決まってから、あ、そうです、それある程度はまあ、まあ、やらないといけないって聞いたんで、で1年生に入って2ヶ月ぐらいした時に、多分あれって中学の先生に電話するんですか、自分ってする、あ、ですよ、その時に僕クモンかなんかの授業の時に北先生にこうやっていきなり肩組まれて、うん、なんやろうと思ったら、お前中学の教頭先生がびっくりしてたぞって言われていや何ですかって言ったら、タシが真面目に頑張ってますって言ったら年抜かすぐらいびっくりしたぞって言われてチクられたと思って本当に悪かったですよ。いや悪くは、まあ、悪くはないです、まあ、ただ元気、元気っす、そうやね、はい、うんうん、いやでもほんまな、それで頑張ったもんななんかそういうさっきもあったけど、はい、悩みを相談してくれたり、はい、逆になんか大阪でさ中学の時阪海病院通ってたのかな、行ってました、阪海病院になんかリハビ怪我のリハビリなんかする時さ、はい、俺引率した時とかも、はい、覚えてる、覚えてます、覚えてます、あの時多分だいぶしんどかったと思うけどさ、めちゃくちゃしんどかったです、あどこの怪我やったっけ、あれ脇腹さ、ここ2、3回やってるんですよ、だからもう咳するだけで痛いみたいないや本当に何でか分かんないですけど、うん、結構謎の怪我に悩まされてることが多かったんですよ。あれ2年の時やったの、2年ですね、多分2年です、うん、あでも1年も2年も両方です、脇腹、脇腹や、謎の脇腹、謎の脇腹事件常にまあどっかが痛かったみたいな、ちゃんよ、あと古山先生に美容院一緒に来てもらったんが、うん、鼻にペチャ返しあったこの辺すげえ何やってアンパンマンみたいな、その画像がない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 あのハリーポッターのボルデモードみたいな感じの顔しかない、はい、あの時はもうめっちゃ毛が多かったわ、めっちゃ毛が多かったっす、そんな毛を怪我するってだいぶ迷惑かけたな、なんかいやいやいや、そうなんです、でも僕らの時ってやっぱそのまだ、うん、まあ、6月とか、うん、なんてこうプラン組んでがっちりやるというよりは、うん、すごいこう、まあ、数をこなすとか、そうやな、ランニングでひたすら走るとか、まあ、6月とか冬とか、ね、ああそうですね、そういう練習だと思うんですけど、うん、僕の1個下2個下ぐらいから、うん、なんかその僕も後輩から聞いたんですけど、うん、しっかりこうプラン組んで、うん、なんかやってたっていうのを聞いたんですけど、それどういうタイミングというかで変わっていったんですか、そのやり方っていうのは。いやそれがまあ
あの橋の方のチャンネルで、はい、タイムレースボイコット事件あれ繋がってるんで、まあ、そのそこを見てもらってからこの話を聞いたらすごい分かると思うんやけどまあ俺も迷走していて、はい、で智弁和歌山低迷期に入っていて何か変えなあかん、はい、でその根本原因がやっぱり全国トップクラスのチームでやったらフィジカルの差だったんや、はい、トレーニングをなんとか科学的なところと、まあ、もちろん何か精神的にしっかりやり込むっていうのも大事だけどそのバランスをしっかり保たなあかんなんて、はい、で橋の世代も夏、はい、1コマに10対5ぐらいだったそうですね、はい、であの試合もねあの本人たちはなんかたまたま調子が出た方と出えへんかった方みたいな認識かもしれないけど、はい、コーチの俺からしたら力負けやったよ1コマに、はい、で当然力負けってどういう表現フィジカル負け、はい、体の強さが負けてると、うん、で野球ってそれだけじゃないんやけど、はい、それは持ってるか持ってないかで全然根本的に違うわけでで橋の世代よりもその一個下の大星とか、はい、倉野とか、はい、あの世代の方がもう一個しんどかったんや、はい、で当然あの夏の大会前からこのチーム負けた後の次のチームどうしようかなみたいな、うん実際めちゃくちゃ思ってて、はい、でも何もアクション起こせんくて、はい、でその秋が始まって案の定あの新人戦の決勝で和歌山東にボコられて、はい、多分11対0とかじゃないか、9対0かな、まあ、その辺のスコアで、うん、で秋の二次予選の準決勝で高野山に11対2ぐらいで負けて、はい、もう県内でありえへんやんか、はい、その負け方するの、はい、であの近畿出たら滋賀の滋賀学園に13対6とか、はい、13対6でコールド負け3回コールド負け食らって、はい、でもそうやってあの野球の上手い下手はもちろんそうなんやけどフィジカル負けなんよ全部力負けでそのタイミングでちょうどあのなんか北さんが退任されるというのを11月か12月ぐらいであの報告してくれて、はい、来年からちょっとまた学校変わるっていう、はい、でその時そんな負け方したもんやから高島先生がねもう普通負けたらさ、はい、すぐ帰ってきて練習するやん、はい、でもその日はねもう練習なかったんやコールド負けした後やね、はい、それどういう意味か分かる？なんかもう疲れてこの台は捨ててるんだちゃいますか？疲れてもたしあ疲れてもたしか分からんけどもうどうしたいか分からんかった状態に見えたんや俺は、はい、それ北さんもやめはるじゃあ、あの前向いてガッてこう何とかせなあかんってこうほんまにこうエネルギー残ってるの俺ぐらいしかいなくて、はい、選手もなんかもうどうしたらええんやろ、はい、何があかんねや状態そう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 頑張ってるんやねみんな、はい、そうそう橋もさっき言ってたけど、はい、そこでずっとそのそれまでふつふつ温めてたフィジカル鍛えなんかで鍛えるってどういうことなの多分こうやって鍛えていったらいけるっしょみたいなプランをできてたから、はい、その冬のトレーニングで初めて、はい、高島先生にこの冬一冬任せてもらっていいですかっていうのでやってみたらうまいことこう、はい、成果が出たっていうのがそのストーリーの始まりそれが冬そう、それが冬それが冬ですそれが冬あで6月とかどんな感じだったんですか6月はね、はい、でも高島監督の智弁和歌山だから、はい、高島監督の智弁和歌山といえば6月だから、はい、地獄の、うん、そうそう地獄の、はい、それはねなかなか関与するべきところではなかったんやけど、はいまあ、自分は部長1年勤めて2年目勤めて、はい、その中で選抜準優勝を経験できたんや、はい、文元とか林とか、はい、富田とかの世代でねでそれでこの世代は絶対に全国制覇したいと俺も思っていたし、はい、監督も思っていたし、はい、で選抜ももちろん日本一狙いに行って、はい、それ狙いに行った上での準優勝、はい、で大阪桐蔭に負けたんだけど、うん、でもそこまで甲子園のファイナルまで行けたのってほんま久しぶりで智弁和歌山にとって、はい、それで一つフィジカルのトレーニング改革がこう実を結んだのかなっていう自信もついていて、はい、で今までちょっと6月のその追い込みにも、うん、あの若干その必要なことだとは分かってるんだけど、はい、内容をこうちょっとあのマイナーチェンジしていかないと、はい、ちゃんとこう強くなる、うん、でちゃんと追い込むっていうバランス感覚を持たないと、はい、この年ほんまに下手で切った状態で日本一チャレンジできるチームやのに、はい、予選でコロって負けるのも怖かったみたいな、うんでその6月の
入る前に、はい、高島先生にこの6月、はい、任せてもらっていいですかって言いに行きあったんですか。言いに行った。すごいね。どうだったんですか。それちょっと怒ってた。ちょっと機嫌悪くなった。ちょっと機嫌悪なった。嫉妬。いや、そのシーンは分からんけど、はい、やっぱり高島先生が40何年間やってきたスタイルもあって、はい、で、当然俺もそれも分かっていて、はい、全部を変えるというほどではない、はい、ただ、その走り込みもやるけど、甲子園決勝までを元気な状態、戦い抜く体力は作りますし、うん、そもそもしっかりウエイトとかも継続的にやって、はい、さらにレベル1個2個、はい、実力もちゃんと上げながら体力もつけるを両立できないかっていうのが、うん、まあ、元にあったんやけど、はい、で預けてほしかったんだって、うん、でもそれでちょっとうんってなって、はい、言い合いに、言い合いというかもうほんまに多分やったらあかんねんけど、うん、恩師でありなんだけどもうこの夏かけてた。それでね、結果的に任してもらえたんよ、はい、あ、そうなんですか。そうそうそう、ちょっとあれあったけど、はい、いろいろあったけど、うん、そうそう、まあ、最初任してもらえた。そうそうそう、うん、その時にもう俺は覚悟決まった、うん、ほんで6月、まあ、うまくってこう組んだメニューで、はい、で、和歌山大会 もうめっちゃ出だしよくて、はい、あのもうほ全部コールド、決勝まで、はい気持ちいいですね。気持ちいいよ、ことがあって、ね、うん、自分がやってきたことが決勝だけ、はい、決勝さよならだよ、一日和歌山と、はい、うん、で、あの最後競ったんやけど、はい、まあ、ベンチに出てやばい、あ、なんかやばいなと、うん、まあ、2点リードで 決勝の最終回行って、はい、でツーラン平田が打たれて相手チームの代打に、はい、追いつかれて、はい、でその裏黒川がさよなら犠牲フライで勝ったんやけど、はい、負けるとは思ってなかったんやけど、ちょっとあのヒヤッとはしました。ヒヤッと嫌な匂いありますもんね。そうそう、一応やるで、まあ甲子園に向けて、はい、いろんなプランやってたんだけど、うん、そこでもまあ、あのいろいろあって、これはまあ墓まで持っていかなきゃ話しないけど、そうそう、墓まで、それでまあ夏の1回戦で負けてしまった、はい、うん、近江にね、はい、皆さんも地面好きの人は分かると思うんですけど、うん、それでそんだけね、6月の練習を高島先生に任せてくださいとか、はい、うん、出しゃばってるから、うん、まあ、当然出しゃばるということは勝敗責任を全部背負うぐらいのつもりで言ってるからね、はい、夏の大会、うん、その1回戦を負けたその夜に高島先生の部屋にコンコンって行ったんですか。行った。その夜に、はい、じゃあ扉開けたら、あの洗濯物とか干してはったわ。いえ自分でやってはるんですか。まあ、そうくぐって、はい、先生今ちょっとお時間いいですかと、はい、あのこの負けは完全に、はい、その僕の責任ですと、はい、6月とかいろいろ任せてもらえておきながら、はい、結果出せなくてすいませんっていうのをお伝えして、うん、この夏でやめます、はい、やめます、もうこの夏でもうやめます、そのぐらいのもんなんよ、智弁和歌山の何かを背負うって、うん、今覚悟してたし、うん、そしたら高島先生が、あんたやめんでええよって軽いいつもそう、いつもそう、こっちが満を持していったらいつも軽く返してくる、あんたやめんでええよ、あの負けたん俺のせいやからって、もう明日からまた頑張ったらええんよって言ってくれて、首は繋がった、ね、どんなあんたやめんでいいよみたいな瞬間、もう会釈しかできみたいな、ありがとうございます。その時もそうやし、はい、あのそれこそ一番最初に、はい、智弁がこうもうワンシーズン3回コールド負け食らって、はい、その冬から任してもらった時だって、はい、結構勇気いるやん、はい、うん、でもなんかこう計画表みたいなの全部作って、はい、でちょっとこの冬これで行かしてもらいたいんですみたいな言っても、まあ、一切見ずに、うん、やってやって今までなんか作ってた自分が何やったやん言おうかな、でも言ったら怒られるかなみたいな、そこのあの時間何やってやってみたいな、おーおーはいみたいな、でその通り、まあ、当然相談しながらやけど、はい、ほとんど思った通りやらせてもらえて、はい、冬はね、で6月で、はい、その2018年かな、はい、2018年の6月もそういう風にやらせてもらって、うん、結果出へんかったけど、やめるって言った時に、あんたやめんでいいよ高島監督は大事な時ほど軽い、
じゃあこっちが思ってるほどなんかそんな思ってなく、まあ、全部背負ってはるね先生が、はい、だから、まあ、それ逆に考えたら、はい、お前が何やっても最後俺が何とかするから、うん、何でもやれやんぐらいの、はい、そんぐらいの器の大きさなんよ、ね、関係ないよ部下が何やろうが、うん、最後は俺がやるからみたいな、うん、そうそうそう、だから10年も監督できてたんですか、ね、そうそうそう、だから日本一ない、うん、普通さ気になるやん、なんか、はい、経営者とかやったらさ、うん、はい、あのほんまその人がさ一番その人が社員の行動に現れてるというか、はい、その人のあり方が、はい、でもそのダメな人ほど部下のせいにしたり、うんうんうん、ダメな教師ほど生徒のせいにしたりするんやけど、はい、そんなんじゃない、もう全部自分だよ全部自分次第。これでもめっちゃいつも見てくださってる方は、うん、あんまり話されてないですね、ここまでは。そうやな、やっぱりこう、そうですよね、話しちゃうわな、やっぱり。そうですね、僕は選手として聞きたいことを今聞いてる感じなんで、まあでも、はい、ね、こうやっていろいろ話できて、はい、よかったです。まあ、引き続きあの、はい、この後2本目はまだ別のテーマで話していくんで、はい、うん、また次の動画も楽しみにしてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長い長い こっちがあるよ